競馬派の皆様、おはようございます。1回開催阪神競馬が開幕です。初日天候は晴れ、芝ダートともに良のコンディションの中、第一競走出走各馬が入場してまいりました。3歳牝馬限定未勝利ダート 1800m の競走では、メンバーです。まず1番のタガノアレハンドラから、馬体重 480kg マイナス10です。鞍上鮫島勝馬、単重量 54kg での騎乗です。2番はメメナビレラ、 490kg マイナス10、中井雄二 54kg です。3番ポルコスピーノ、522kg プラス4、川津春彦54です。4番のエルーシアは458kg、増減ありません。森裕太郎54kg です。5番はフローラサンライズ、444kg、増減なし。川端海斗51。6番ビップピュアエース、434kg マイナス8です。段の体勢54です。7番テイエムネイヤ、446kg プラス2です。和田龍二54kg。8番のモイルは464kg プラス4、角田大河52。9番ナウズザタイム、468kg プラス6、岩田未来54です。10番ウォータードラセナ、510kg マイナス6、岩田康成54。11番エクレアジョーイ、462kg増減なし、長島まなみ50。12番ガルジャーは458kg マイナス2、坂井隆生54です。以上、阪神競馬第一競走3歳未勝利戦ダート 1800m の競走、出走メンバーをご紹介いたしました。それでは終日この阪神競馬場でお楽しみください。さあ、1番のタガノアレハンドラです。入場しています。480kg マイナス10、鮫島勝馬54kg での騎乗です。発走までお待ちください。1回開催阪神競馬初日です。天候晴れ、芝ダートともに良のコンディション、第一競走発走を迎えます。
3歳牝馬限定未勝利戦、この競争はダート1800メートルです。12頭によって争われます。寮の発表ですが、昨日の雨の影響で表面は若干黒くなっています。ダートコース、最後に人気12番ガルジャー、促されて今ゲートイン、落ち着くのを待ってスタートしました。いいスタート、いいダッシュ、12番のガルジャー切って、さあ積極策、間から7番のテイエムネイヤも前の位置、すっと現在2番手の位置、3番手の位置ですが、外にすっと9番のナウザタイムがつけています。その最内1番タカノアレハンドラが続いて、あとは外目からエクレア上位、8番のモイルが馬群の間、そしてその間をつくように3番ポルコスピーノがつけました。この辺りまでが後位、1コーナーカーブしていきます。最内に2番のメメナビレラです。2コーナーへ入ったところで先手を奪ったのは今日も12番ガルジャーです。逃げてリードは2馬身、2番手内7番のテイエムネイヤ、そして外は9番のナウザタイムが3番手から今2番手首を覗かして、その後固まって最内1番タガノアレハンドラ、間にいるのが8番のモイル、外は11番のエクレア上位と、この辺りが後位、さらにその2馬身後方ですがビップピュアエースが追走中、段の外目内から接近する2番のメメナビレラです。その外目を追走3番ポルコスピーノ、5馬身6馬身馬群開いて外目4番のエルーシアが追走、間にいるのが5番のフローラサンライズ、そして最内から10番のウォータードラセナが追走。3コーナーカーブしていきます。さあ先頭は12番のガルジャーです。マイペースの逃げ、1馬身半のリード、2番手9番のナウザタイムが外から接近しようとしています。内追っつけて追っつけて7番のテイムネイヤ、テイムネイヤ現在3番手ですが、外から1番のタガノアレハンドラが3番手からさあ今上がって前の2番手に接近しようとしている。その後方から内6番のビップピュアエース、8番のモイル以下、第4コーナーカーブから直線コースへ向かいました。先頭ですが12番のガルジャーです。ガルジャー先頭2馬身のリードを取っている。2番手の1ナウザタイムがつけて3番手1番のタガノアレハンドラ、この3頭の争い、しかし粘る粘るガルジャー、ガルジャー粘っているが今度は外から9番のナウズダタイム、ナウズダタイムは今度は並んでかわした。9番のナウザタイムが先頭、ガルジャー2番手3番手タガノアレハンドラ、9番のナウザタイム五輪、2着12番のガルジャー、3着は1番のタガノアレハンドラ、その後の4番手以降は固まっての入線。2番手追走ナウザタイム、岩田未来騎手、逃げて粘った12番のガルジャーを最後の最後追い比べから捉え切っています。勝ったのは9番のナウザタイム、2番手12番のガルジャー、3番手1番タガノアレハンドラの順となっております。阪神競馬第一競争、勝ちタイムは1分55秒8、上がり 800m は52秒6、600m は39秒7でした。阪神競馬場第一競争が終了いたしました。3歳牝馬限定未勝利戦ダート 1800m、 勝ったのは9番のナウザタイムです。デビュー新馬戦は芝、しかしその後ダートに転じて3戦目結果を出しました。2着12番のガルジャーです。3着1番タガノアレハンドラ、4着4番エルーシア、5着は2番のメメナビレラ、9番12番1番4番2番の順、勝ち馬確定のご案内がありますまでお手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。前でガルジャーを見るような形でレースを進めていた9番のナウザタイム、直線に向いて上がってきた1番のタガノアレハンドラにかわされるどころか、前を行くガルジャーを捉えての先着、はい、力強い末脚でした。ダートに帰って3戦目結果が出た9番のナウザタイム、岩田未来騎手との今日は初コンビ安田隆行厩舎の管理馬です。9番12番1番、では最終オッズです。4番人気、1番人気、3番人気の順です。単勝9番 9.9 倍、枠連785.6倍、馬連9番12番 8.7 倍、馬単9番12番 27.8 倍、三連複1番9番12番 9.8 倍、三連単9番12番1番 105.9 倍です。リアルインパクト3区ナウザタイム4戦目で初勝利ということになりました。阪神1レース確定までお待ちください。